少佐が持ち帰ったディスクの解読ができた。そこに隠されていたのは核兵器の設計資料。全2発が小型の戦術核、ベルカが全戦争で使ったものだったのに対し、より以上の兵器、大量報復兵器 V2 の設計資料であった。先の戦争当時は開発未了だったが、戦後密かに完成されていたらしい。 V2 はマーブだ。オーシアかユーゴトバニア、どちらかの大都市の半数を消滅させられる。それを仕込むとすれば、いつの間にか稼働していた装具に違いない。あれはそのための軌道上プラットフォームだったからな。装具自体は無人であり、地上から完成される。その完成システムについてだが、アンドロメダがアークバードに指令を送っていたシャンツェの発信場所を特定した。オーシア信託統治領である旧南ベルカ、ノースオーシア州にそれが。正確には我々の使う兵器を作り出しているグランダー IG 社の実験施設だ。グランダー IG の社長はオーシアへの恭順を誓っているが、その実は灰色の男たちの秘密メンバーだった。彼らは実験施設と称して、南北ベルカを国境で分ける山脈に巨大なトンネルを埋まっている。彼らの目的は両ベルカの一体化だ。そしてそこには、ケストレル、ミサイル被弾、敵の実態は不明、解析が間に合わない、さらにミサイル接近中、ラーズ・グリーズは直ちに発進、空中に退避せよ。射出要員を除く乗組員は退艦急げ。何が何でも君たちを撃ち出そう。アトパルトが行かれても構わんか。発艦を確認した。これより射出要員は退艦します。ケストレルが沈みます。負け続けの私だが、今度は私の勝ちだ。え、見たまえ、彼らは無事に飛び立った。それが私の勝利だ。彼らが空中にある限り私の負けはない。そして彼らならやってのけるだろう。ああ、艦長は鼻歌を歌い出す。反戦のスタジアムで聞こえたあの歌だ。開戦の最中にレコードをかけていたのはこの人だった。私はオーシア大統領ハーリングです。戦場にいるオーシア・ユークトバニア両軍将兵の皆さん、銃を置いて塹壕を後にしましょう。
私の不在を利用して戦断していた者たちから首都オーレットは解放されました。自由と正しいことを行う権限を奪われていた私は今こうして黄金色の太陽のもとへ復帰し、そしてユークトバニア元首ニカノール首相閣下と共にあります。両国間の不幸な誤解は解け、戦争は終わりました。私はユークトバニア元首にして政府首相ニカノールです。戦場にいるユークトバニア、オーシア両軍将兵の皆さん、ハーリング大統領と私とが肩を並べ手を取り合う姿をご覧いただきたい。大統領の今の言葉は真実です。戦争は終わったが、我々にはまだなさなければならない戦いがある。その通りです。我々の間に憎しみを駆り立てた者たちは、我々のどちらかの国、そこにある大都市を破壊できる兵器を用意しつつあると言います。しかし我々の友人たちが今その企みを阻止するための行動を始めています。破壊されようとしているのは2つの国のどちらなのか、それはわからない。しかしそれは重要ではない。どちらの国が被る被害も共通の大きな痛手です。両国将兵の皆さん、どうか心あらば、あなた方の持てる道具を持って彼らを手助けしてやってほしい。彼らは今東へ飛んでいる。なおも禍々しい武器の力を使おうとする者たちよ、平和と融和の光のもとにひれ伏したまえ。バルトライヒ山脈地下の巨大なトンネル施設にある装具コントロールシステムを攻撃する。地下施設入り口は山脈の麓に位置し、一帯は山脈と水路に挟まれた地形となっている。機構部隊がコントロール施設入り口が存在する埠頭へ市街地域からの侵入を試みる。機構部隊ルート上には敵防御陣地が構築されており、侵入には航空支援が不可欠だ。もう一方ではヘリボーン部隊が施設入り口を強襲し、付近の制圧活動を行う。ヘリボーン部隊に対しても敵対空攻撃が予想されるため、施設入り口周辺の対空火器制圧が必要となる。機構部隊の援護とヘリボーン部隊の着陸地点制圧が航空部隊の任務だ。両部隊による施設入り口の制圧完了の後、特殊部隊が施設入り口シャッターを開く。航空部隊は開けられた入り口から内部を攻撃し、装具コントロールシステムを破壊せよ。